森の奥で生まれたアルパパのクラクラ実況。はい、どうもハルパパです。今日はですね、クラッシュオブクランやっていこうと思うんですけれども、まあ通常通りのクラン戦なんですけれども、私ね、久しぶりにねタウンホール、まあ自由なんですけれども、前回取れたので、こちらですねドヤ顔自慢ということでご紹介させていただこうと思います。はい、こちらですね9番、こんな感じのね、まあなんかよくねちょい前に流行ったような形なんですけど、イカ型配置みたいな感じなんですけども、こちらはですね、まあヒーローレベルはちょっと低めなんですけども、ヒーローレベル以外は一応防衛施設はカンストかなといったところでございます。こちらねご覧ください。最近ね本当にね、あのクラッシュロワイヤルばっかり動画出してるので、ちょっとねクラクラやってねえだろみたいな感じで言われるんですけど、やってます。しっかりやってます。基本的にはですね、なんだろうな、このもう2ヶ月前ぐらいからもう食いひーをねずっと練習してたんですよ。で今回も食いひーでね取ることができたんですけれども、なんつうかな、なんかそのこうもちろんね、私昔からそのヒーローレベルが低いでおなじみだったんですけど、まあね最近ね課金をしたということで、まあ、30ちょいになりまして、それからねそれ食いひーっていうのを練習し始めました。初めはね本当にね、クイーンはねどっか行っちゃうんですよ本当に。変なとこ壁穴開けたりね。まあただ最近は本当にクラメンさんにいろいろ教わりまして、かなりね上達してきたんですよ、こんな感じで。まあ、ただね6時目にウォールブレイカー穴開けて、そこから、進軍させようと思ったんですけれども、このように壁を叩いてしまうと、まあ、レイジをかけたことによってね、なんとかスムーズに中に入ることはできたんですけれども、ちょっと危なっかしいですよね。それでですよ、こちらで、下からね援軍、でこれ初見じゃなくて2回目ぐらいの攻めなのかな。なので防衛援軍がね細かい系ユニットっていうのは分かった上での、アタックでございますので、こちらねポイズンで処理していきます。もうちょっとお待ちください。でこちらで大砲にタゲを取られつつも、まあいけるだろういけるだろうで、ちょっと危なっかしいけどいけるだろう的な感じ で出てきた瞬間にポイズンですよね。それによって敵に、ウィザードとバルキリーとネクロマンス入ってますね。ちょっと厄介です。今知りましたわ。なんとかね、ポイズンでしっかり落とせることができたんですけども、バルキリーはさすがにクローク使わないと危ないかなと思って、ちょっと使わせていただきました。そしてですね、こちらガーゴルとアーチャーで、バルキリーの動線をね、しっかり反らさないように確保しております。4次面からそしてバルキリーを10バルといった感じで、17体流していきます。そしてね、ここね、僕が、本当にプラン通り行ったんですよ、これね。これで、ジャンプを、この辺ですね、対空砲あたりにかけることによって、この今ねクイーンがね中央に寄っております。そこでレイジを一発で、なんだっけ、バルキリーとクイーンにかかるようにかけております。これね結構うまくいったんですよね。そしてインフェルノタワーのマルチの方にフリーズをかけて、真ん中に中央にレイジと、その瞬間にもう中央を破壊していくと、あとはねこの辺でちょっとウォーデンのタイミングで俺よくわかんないですけど、いつもウォーデンはまあ外周のねその 上半分からのすごい攻撃を下したので、ね、もうとりあえずエーターナルトームという感じなんですよね。もうこの辺からね前回もバルキリー相当生き残ってますので、前回は見えてきたんじゃないかなと思います。なんかね本当にイーグル砲ってあるとないとで本当に大違いなんですよね。なんだタウンホール10だと結構気持ち的な落ち着いてできるんですけれども、なんだろうねイーグル砲ってね、マルチだと、なんだろうな、たまに全開できるんですよ。10回に1回ぐらいは全開できちゃったりするんですよ。ちゃんとヒーローとね、なんだっけ、防衛入ってても。まだクラン戦取れないんですよね。クラン戦でね、まあ、全開できたらリプレイの方を上げさせていただきたいと思います。はい、私が攻めた編成はこんな感じですね。はい。まあ、今回はね、うまくいったので、ちょっとドヤ顔ということでね。はい、またね、クラッシュオブクランもね、ちょこちょこお送りさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。クラメンさん、今ですねタウンホール10、タウンホール11をですねどしどし募集しておりますので、入隊条件動画ご覧の上、ご申請くださいということでございます。それでは今日はご視聴ありがとうございました。